共鳴戦、または、秋吉戦は、慶応義塾大学と明治大学の間で行われる、スポーツ分野での対抗戦である。野球は、東京六大学野球連盟における、慶応対、明治の試合を指す。明大野球部が1910年に誕生した時、これをサポートしたのは、慶応 OB、佐竹館2であった。佐竹の縁で、慶応野球部が、たびたびコーチに訪れ、 1914年に総計明リーグ結成。ラグビー共鳴戦ラグビーは関東大学ラグビー対抗戦グループにおける慶応対明治の試合を指す毎年11月の第1日曜日もしくは11月3日に秩父の宮ラグビー場にて開催される。また3月に行われる全総計明3大学対抗戦においても現役 OB 混成チームによる全形を対全明治の試合が行われる。通算成績は明治の49勝34敗3分、明治の5勝1敗1分。総計戦と比べると知名度や集客力はかけるが毎年競った激しい試合となることが多い。またテレビ中継は地上波では t b 系テレビのみ。百八十五年度の大学選手権では 決勝で対戦した。激しい雨の中、12から12の引き分けとなり、両校優勝となった。ボクシング共鳴戦は1927年6月25日に、青山会館で行われ、5から5で引き分けた。初のアメリカンフットボール共鳴戦は1935年10月29日に、芝公園競技場で行われ、明32から0喜びで、明治が勝利した。 ありがとうございます。